すみっこ暮らし。タカさんありがとう。みんながびっくりすると思うんですけど、実は皆さん見てください。よいしょ、じゃん、キャー、帰ってきてくれました。かわいい。まこたんが帰ってきました。本物よ。かわいいでしょ。おはよう。昨日一緒寝たね。かわいい。かわいい。そうなんです。ちょっと髪の毛まっすぐしないといけないから、はい。かわいいよな、座ってる、見て、ほら。かわいい。もう久々に一緒に寝て、かわいすぎて。マロン、マコタン、楽しいですか？マコタン、マコタン、マロン、マコタン、楽しい？ほら。首かしげてる。まこたん、かわいい。もうずっとついてくんですよ。どうしたの？降りたくなった？よいしょ。でも今からね、アイロンしたいんだ。から降りてほしいんだけどね。可愛くないですか？そうなの？可愛い。眠たいのかな？ちょっと髪の毛するから下ろしてね。おはようだって。おはよう。東京ですか？だって。福岡のお家です。まこたんはなんと出張です。出張してわざわざ福岡まで来てくれました。私が会いたすぎたのもあったし、私が会いたかったのもあるし、しかも、ま、みんなもいずれ喜ぶようなことがあるので、楽しみに待っててください。かわいいんですよ。だけどまたね、ちょっとわんわんうるさい生活に戻っちゃうかもしれないんですけど、しばらく。でも半年くらいしか立ってないのに、福岡のお家のことをもう全然覚えてて、そう、全然覚えてたんだよ。かわいい、すみっこ暮らし、ありがとう。タカさんありがとう。そのマロンが帰ってきたスペシャルの時ありがとう。ないのかな、外。そう、バナン君は私のことを福岡で癒すお仕事をしてくれます。で、
から昨日も一緒に寝て、あーって、お母さんがいるので、お母さんがお母さんに夜寝る時取られたんですけど、やっぱね、そうよね。どうしたの、外出たい、次は取れる、いいよ、はい、取れてください、まこたん、外外出るよ。あ、ベッドに乗りたいの、次は。はい、どうぞ。うるさい、とってもうるさい。うるさい、うるさい。おことお座りは、お座り、そうそうそう、ほら、お座りしてかわいい。みのちゃん起きてください、だって起きてます。私は本日はリハーサルなので、何時に家を出ないといけないんだ。10時までにしようかな。10時までにしよう。そう、今日からはなんと周年リハーサルなので、そうなの、劇場の方ですね、劇場の方の周年のリハーサルなんですよ。私さ、昨日お母さんと一緒にずっと遊んでたんですけど、リハーサルまで。したらさ、お母さんがアイムドーナツを食べてみたいって話になって、そうで、アイムドーナツを買ったんですけど、朝今日食べてめちゃくちゃ美味しくて幸せなんですよ。いっぱい買っちゃった二人で食べる量じゃないくらい買っちゃった。なんか冷凍しとけばいいよねって考えにお互いになっちゃうからさ、私もお母さんも、まあいっぱい買っても明日食べればいいしみたいな、冷凍しとけばいいよねみたいな感じになって、結局いっぱい買っちゃったんですけど、お仕事戻りまーす。さて頑張って、私も頑張る。これにもちょうだい、だって。これにもあげません。ドーナツって冷凍していいんですか？確かにしていいのかな？わかんないです。でも今日はそれ食べ終わりたいなって感じ。いっぱい買っちゃった。でもめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんかすみっこ暮らしがいっぱい来る。今日から始まったの？すみっこ暮らしは。
このトレーナー可愛いんだけど、あ、昨日の午後から、そっか、私午前中に配信したからか、そっかそっか。私ちっちゃい頃すみっこ暮らし大好きだったよ。なんか好きなすみっこ暮らしのキャラクターもいたくらい好きだった。すごいね。好きだった。もう今ブーム終わってたかと思った。ってかキャラクター自体もういないと思ったのに、まだいるんだね。あ、かわいい。私これかな、白いやつが好きだった。白熊だっけ、いませんか、白熊のやつ。白熊私好きで、メモ帳とか集めてたよ。でそれを学校の友達と交換してた、1枚ずつとか今のちっちゃい子でそういうのしないんだろうね。私がちっちゃい時そのクラスあったよ。え、白熊ないの？白熊、あ、これかも。この今出てきてるやつ、白熊。私それが好きだった気がする。あ、エビフライだった。エビフライも可愛かった。でもエビフライは妹が好きだった。あー、なるほどね、映画をやってるのね。なるほどね。これがかわいい。このめちゃめちゃかわいい。今はもうついついリハーサルのね歌を歌いそうになっちゃうから、もう我慢です。我慢我慢。おはようだと、おはようございます。昨日もリハーサルが終わったのがものすごく遅くて、そう、終わってすぐお家帰ったんですよ。うん、したらお母さんがポトフを作って待っててくれて、それを食べました。美味しかった。髪の毛をまっすぐし終わりたい。でやっぱ一番嬉しかったのが、まこたんが玄関にポッ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 って歩いてきてくれたことがもう何より嬉しくて、ただいまーって言ったらマロンがステ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 って歩いてきてくれて、もう嬉しくてたまんなくて、まこたんってなりましたまこたん可愛すぎて。どうした？やばい、騒ぎ出した。寝てたのに。どうしたの？
アイムドーナツ人気。アイムドーナツめちゃくちゃ人気。私も昨日20分待った気がする。イエルちゃんといた時よりも待った。準備が終わりません。大変です。ギリギリまでいろいろさ、お家のことやってたらさ、ショールームするの遅くなっちゃった。夜しようかなと思ったんですけど、夜したらさ寝ちゃったら困るから。まこたんいるんですか。そう、まこたんがね、ただいま出張中なんです、東京から凱旋です凱旋は違う。そう、まこたんがね、はいはいはい、どうしたの。よいしょ。おはようって、しばらく一緒にいます。どうした。ほら、かわいい。相変わらずね、車道側に乗って、今出たいって、膝乗りたいって言ってたじゃん。どうした。うん、かわいい。はい、かわいいね。お久しぶりです。だってあっ、もう髪がない。スケッチブックは危ない危ない。あこたちゃんとお膝乗ってって。あった、まーす。今日は11月の14、すみ、かわいい、に、ちょっともうあれなのでね、ちょっとランキング読んでからちょっとギリギリまで準備したいと思います。奥田さん、もぐもぐパクパク、ヘルギ、マカオ、あ、マカオじゃない、ユリカもぐもぐパクパク、オカモ、ぬきくん、123、ソウさん、ポッケさん、カッツン、カズさん、ニコラス、母、クー、ハリー、ギュウちゃん、あ、ギュウちゃん、白くもありがとう。
かわいい。プリントさんありがとう。ゾウさんもありがとう。ニコラス、おかゆ、トシさん、ソウさん、チカちゃん、ギュウちゃん、ドンちゃん、タセボのてっちゃん。あ、てっちゃんだったな、その大集合のやつ。ありがとう。ナーハちゃん、ドマさん、カズさん、虹色さん、カズさん、ハシムチ、ボーダー、ノーリさん、アキサスのロンスターさん、ありがとうございます。みんなありがとう。チョウキチさん、ありがとう。ありがとうございます。はい、ではちょっと配信を読みたいと思います。13位がカッツン、12位がボーダー、11位がプリントーさん、10位がオカモ、9位がカズーさん、8位がハシムッチ、7位がニコラス、6位がハリーさん、5位がモグモグパクパク、4位がトマさん、3位がギュウちゃん、2位がタセボのてっちゃん、1位がタカさんでした。じゃじゃん。ちょっと待って、まこたん、ありがとう。スクショオッケー。すみっこ暮らしよりもリノとマロのこと好きですかっていう聞きました。ありがとうございます。今日はマロンに帰ってきたスペシャルの日ということで、マロンの絵をプレゼントです。タカさんにありがとう。タワー、ありがとうございます。はい、では皆さんまたね。私はちょっともう頑張ってきます。バイバーイ、バイバーイ。無感情だね、あなた。はい、行ってきます。